こんにちは、白うさぎです。今日は毎月恒例の給料日ルーティンを撮っていこうと思います。皆さん1ヶ月お疲れ様でした。ではまず前の月の残高リセットからしていきます。はい、では残高リセットしていきます。まず食費が今回は余りがなしです。3000円全部使い切りました。というかペイペイにちょっとだけ残ってます。あと次、生活費、日用品と病院代の残りがこちら80円です。結構ギリギリになっちゃいました。余りはコインケースに入れます。続いて自由費、交際費とおたかつ費の残りです。ちょっと見えにづらいか。残りが1032円です。お札はこっちの封筒に入れて余りを貯めていきます。で、こっちに小銭を入れていきます。はい、今回の残高リセットは終了です。では次お給料上げていきます。はい、こちらお給料です。ちょっと封筒なくて、ちょっと家にある封筒にしました。うさぎです。かわいい、100均のやつかわいい。で、これを数えていきます。皆さん1ヶ月お疲れ様でした。今回のお給料は92,000円でした。ではこれを振り分けしていきます。まずは固定費から。年金と保険で24,000円です。これは後で銀行に入れていきます。続いて携帯代です。はい、こちら7,000円です。こいつも毎月固定の金額を口座に入れておきます。はい、続いてはファイル振り分けです。まずは食費、こちらが3,000円です。続いて生活費、病院代とあと日用品代がこちら5,000円です。はい、こちら自由費が33,000円です。今回は11月に1年間お疲れ様っていうことで旅行に行きたいので多めです。あとグッズは買えてないの、 DVD、 デビューの DVD とか関西の CD とかが残ってるので、これで払いたいと思います。貯金に回そうかなとも考えたんですけど、ちょっと今回はこれで自由費に入れて、ちょっとまた来年頑張れるように自分を甘やかしたいと思います。本当は年末年始どっちかに行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと高いのと忙しそうなので、11月か2月どっちかっていうことで年内に旅行に行けたらなって思ってます。ちょっと近場かちょっと遠く行くか、ちょっとまだ迷い中なんですけど、それ用に置いてきます。はい、こちらおたかつ貯金が毎月1万円です。前のライブで使っちゃったので、いつも空っぽになりがちです。
できる限り貯めれるように頑張ります。続いて家族貯金です。家族貯金は毎月1万円です。先月お兄ちゃんの誕生日を使ったので中身ゼロです。また家族でもなんかどこか行きたいねって話をしてたので、そこで使えたらなって思います。で、今回は貯金ゼロです。本当は5000円だけでも貯金しようかなって思ってたんですけど、ちょっと今年は年末年始頑張るために自分を甘やかします。来年こそはちょっとずつ貯金頑張っていくので、今年はとりあえず心の健康ということで、自由日でやりたいこといろいろやろうかなって思います。はい、ではこちら残りがゼロになったので給料日ルーティン終了です。また1ヶ月皆さん頑張りましょう。白うさぎでした。ではまた。